はい、皆さんこんにちは、ワンネルグループジです。では今回はハーツオブアイアン4第一次世界大戦モッド日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。で、前回ですね、日中戦争、中国との戦争に勝利、その後ですね、ソ連と開戦をしたというところまでお届けしたと思います。で、実はですね、また少しだけ、すみません、タイムリープをさせていただいています。とは言ってもですね、基本的な戦略とかに変更はなくて、単純にですね、ソビエトが崩壊、ロシア帝国とソビエトロシアに分裂したタイミングで、その内戦に介入するというね、戦略を考えまして、そのいいタイミングで介入するために少しだけね、時間の調整とかも含めて、タイムリープさせていただいています。で、今ちょうどソビエト、ロシアと、ロシア帝国に分裂をしたというところになるので、ここからですね、一気にソビエトとロシア帝国両方とも飲み込んでしまえということで、一気にね、この世界の中でもトップ3に入るぐらいの国力をつけに行きたいというふうに思います。では時間を進めていきましょう。で、今回はもう本当にね、ソビエトロシアとロシア帝国を蹂躙するだけの回になると思うので、この後ですね、先日お盆休みにタイに遊びに行った時の旅の様子をね、ちょっと流したいなと思いますので、興味ない方も多くいらっしゃると思うんですけども、ちょっとそちらの方もね、眺めていただければなというふうに思います。ご覧のように基本的にはもう、ソビエト、ロシアとロシア帝国が分裂しているという状態なので、すんなり、ロシアのね、ソビエト、ロシア帝国の方に向かって蹂躙が進んでいるという状態です。で、今、ソビエト、ロシアに対してはもうすでに開戦しているので、このタイミングでロシア帝国に対しても開戦をするための宣戦布告準備を始めていきます。あと、師団の編成も少し編成見直しているので、そこもご覧いただきたいなと思います。ご覧のように師団の編成をだいぶ、大きく変更していまして、中身的には、歩兵と、砲兵で変わっていないんですけども、戦闘正面幅が40になるように、調整をかけています。40っていうのは何っていうところなんですけど、ハーツオブアイアン4の場合だと、確か、20刻みで、戦闘に投入されると思うので、正面戦闘幅は20の倍数が、いいのかなというところで、20もしくは40というのが、セオリーになっているようなんですけども、今回は、40に増強しています。前回までは20だったところを40に増強したというところですね。なので、各師団自体もね、だいぶ強みが出ているのかなというふうに思っています。では、この後、旅動画を流しつつ、ソビエト、ロシア帝国、蹂躙を進めていきます。
ここまで進めてきましたが、ロシア帝国が、ソビエトロシアに併合されたということで、敵はソビエトロシアに絞られたというところになります。で、ここまでね、もうずっと旅動画を流したり、まあ、ナレーションがてら字幕を入れたり程度で進めてきてしまっているんですけども、まあ、だいぶね、ロシア大陸の方を、まあ、蹂躙しつつあるということで、このままソビエトロシアを屈服させてですね、可能であればやっぱりこのドイツとの国境、ここまで進めて東側からドイツを攻めるというのもね、考えていきたいと思います。ここまでやっぱりね、内戦にいいタイミングで介入できたというのが多分相当効いているのかなという感じがして、屈強なソ連軍相手に順調に戦いを進められているのかなというふうに思ってます。なのでこのままね、この状況をうまく利用して、一気にね、この大大陸を日本軍のものにしちゃいましょう。ちなみにここまでですね、資源もだいぶ獲得できてまして、日本にとって、まあ、喉から手が出るほど欲しい石油、まあ、16とね、まあ、量としては決して多くはないんですけども、まあ、石油も手に入れているというほか、まあ、木材もねありますし、タングステンはじめ、まあ、いわゆるレアアースっていうんですかね、希少金属系、さらには鉄あたりはねしっかり確保しています。まあ、ちょっとアルミが少ないのかなというのがあって、アルミだけはどうしてもね輸入に頼らざるを得ないんですが、まあ、それも次の対戦の時にはね、一気にこの東南アジアを蹂躙するという、まあ、従来の戦略を取るのであれば、まあ、そこに対してアルミもね、さらにゴムもね獲得できるのかなというふうには思っているので、まあ、そこはまあだいぶ後にはなるかと思うんですけども、しっかりと見極めをしていきたいなと思います。あとはもうこの後はね、空母をしっかりと確保していく必要があるので、まあ、空母もね建造に入っていこうじゃないかというところになりますかね。で、ドクトリン関係はもう陸軍は完了してます。もう最終まで入ってきたというところですね。で、あと戦車系ももう十分入ってきているので、もうここからは支援中隊を陸軍に関しては入れていきましょう。で、空軍に関してはまだまだ途上中なので、しっかりと、まあ、新しい最新のものをね、確保していこうというところと、国家戦略に関して言うとですね、念願だった追加の研究枠の2も確保しています。これで、5個かな、同時に研究が可能ということで、まあ、飛躍的にね研究が進むんじゃないかなという期待感があります。ではここはですね、久しぶりに産業系、しっかりと揃えていきましょう。最新のものに揃えていきます。ではまた、ソ連との戦いの方に移していきましょう。まあ、このままソ連軍をね撃破していきたいところなんですけど、どうだろうね、こうやって見るとソ連も戦力を全部こっちに振り向けつつあるので、この後苦戦が予想されますよね。そしたらどうだろう、補給マップを見る限り余裕はあまりあるとこないので、まあ、強いてあげるならここかな。この地域、エスカンテンブルク、この辺りに兵を増強しましょうか。ちょっと待って、ここはもうソ連軍を潰しにかかって、残りの師団もまあ決して数は多くはないので、ちょっと悩ましいといえば悩ましいかな。増強できるところといえばこの師団、いやこの師団もちょっと使えないな。どうする、ちょっと頑張ってもらう、このまま
押され始めるわけにはいかないとは言いつつも、先ほど来お話してる通り、ちょっと分が悪いのが、内戦が終結したことによって、ロシア軍が全軍こっちに、まあ、向きつつあるというところがちょっと分が悪いところになるんですよね。まあ、さっきまではね、西にロシア帝国、東にこの日本という形で、戦力を2つに分けていたところが、全軍がこちらに向かってくるっていうところで、こっからが本当にね、ソ連とのガチな戦争になると思うんで、ちょっと慎重に采配していきましょうか。で、やっぱり後手後手に回るともう取り返しがつかなくなるので、どうしよう。多少無理をしてでも、しっかりと、叩きに行きましょう。で、ようやくここに来て空軍の展開も可能といえば可能なので、空軍の展開もちょっと視野に入れましょうか。数はね、やっぱり決して多くはないんですけど、空軍自体の展開も可能な、航空戦力は持っているので、これをうまく、使っていくというのも一つの手なのかなとは思います。一進一退っていう感じですね、最前線は。補給マップを見る限り、まだ余裕はある、あるいはギリギリ、均衡を保ってるっていうところなので、これ以上戦力をね、投入するというのが少し難しい状況にはなっているのかなと思います。ここにソ連軍12師団が集まってるね。ここを突破できれば、一気にいい戦局を、有利に進めることもできそうかなと思うので、うまーく活用していきましょう。ここにダブついてるのが第一軍か。この第一軍を一気に投入していこう。で、もう極東に関して言うとほぼほぼ制圧が完了したかなという感じですかね。これを見る限り。なので、この後は、もう本当に西側、での戦いに終始するかなと思います。国家戦略、国家方針ですね、いわゆる。ここに関してはもう淡々と、新しいものに変えていくということになると思うので、何も考える必要はない部分にはなってはきます。もうひたすら、先へ先へ、新しいものへ、新しいものへと、テクノロジーリフレッシュをかけていくというところですかね。補給マップ見てると、ちょっとここがやたらと食ってるけど、ここに関して言うとどうなんだろうね。もう敵の戦力、ここにあえて、振り向けてくるということはないと思うので、ここの戦力、もう、動かしましょう。これは？ここの戦力も、一旦、再編して、上からもね、ソ連を、圧迫しにかかりましょうか。ソ連を食ってしまえばもう資源面では、先ほどお話したように、アルミ、ゴムに関してはね、やっぱりまだ
輸入に頼らざるを得ない部分もあるかなと思うんですけども、まあそれ以外に関してはね、ある程度余裕が出てくるという部分になろうかと思うので、だいぶ今後の戦いがね、楽になるんじゃないかなという期待感が一気に出てきます。ちょっとここに穴が開いちゃってるので、ここに戦力を投入して、穴を塞ぎましょう。一回穴が開き始めるともう、まあ、手が、つけられなくなるということも、まあ、考えられるんで、まあ、できるだけね、穴がある部分は早めに塞ぎましょうというところですね。まあ、こっからはもうがっつり消耗戦ですね。まあ、あんまり嬉しくない展開にはなりますけども、もう消耗戦です。まあ、ただそういう意味で言うとね、しっかりと消耗戦を戦えるだけの戦力を、まあ、用意しておく必要があるんで。ちなみに戦争自体がどう推移しているかというと、ソビエトロシアに関して言えば、コミテルンに入っていて、まあ、モンゴルはもう下していますということですね。で、中央同盟側、まあ、いわゆるドイツ軍側になりますけども、ここはまだ継戦中というところです。まあ、ドイツ軍もね、このまま行くと膠着状態ということになると思うので。さあ戦力を、我々の方も、まあ、西側に集中したことによって戦局が少し、動き始めているかなという感じですね。ご覧のように、まあ、徐々に、ね、我々が有利なグリーンの戦闘地域が、まあ、増えてきているというところですかね。なのでここはこのまま、まあ、いい感じで押し切っていきましょう。もう完全に、極東方面は占領が完了したので、この後はもうタイミングどれだけ早く屈服させることができるかと、ロシアをね、まあ、ソ連が、なのでそこをねしっかりと見極めていきましょう。で、ドイツ軍との決戦に備えて空軍の展開も急ぎたいところなので、空軍のドクトリンだったり空軍の研究だったり、あるいは国家方針も空軍だったりというところで、今空軍に少し力を入れつつあります。で、この第一次世界大戦が終わったらね、いよいよもう大海洋事態ということで、まあ、海軍にもねしっかり力を入れていかなきゃいけなくなるので、そこはね本当に研究枠を早めに確保できたというのは大きいかなと思っています。ではまたここからね時間を進めていきましょう。ではちょっとね、だいぶ時間経ってしまいましたので、今回は一旦ここまでにさせていただいてですね、次回は、まあ、いよいよロシア、ソビエトとのね、最終決戦に挑んでいきたいと思います。少し戦線もね、伸びきってしまっているので、このあたりも整理をして、次回、この続きをプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい。
ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。